田舎の山でウェブ業務をしつつ仲間と炭焼きや竹林整備などをしてますが、校舎規模の小ささもあって全然金になってません。特に切った後の竹はそのまま捨てます。以前は買い取ってくれる製材工房があったのですが、単価が下がったので出してません。何か竹の有効活用はありますか？妄想竹です。オンラインで売ってみたら、発注があったら切って売るっていうので、多分近所の製材工房に頼んだと思うんですけど、それなりに買ってくれるところはあるんじゃないかなと思うんですよね。めっちゃ安くっていうので、ただ量は多いですみたいな、単価は安いけどただこの量買ってくれないと売りませんよみたいな感じにすると、需要はそこそこあるんじゃないですかね。